この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。静かな教室に無機質なチョークの音が響く。私のように無機質で味気ない音。自分の意思とは関係なく右手が板書を続ける。毎年同じ内容を4つの教室で書き続ける。4。私だけが何も変化せず、この板書にとどまり、同じ毎日を繰り返す。不快だ。このチョークの音も。息が詰まる、授業中のこの沈黙も。いたたまれない。無垢な生徒たち。不真面目な生徒の反抗心ですらまっすぐで私には息苦しい。チョークを握る手に力が入る。その手が震え始めた。それでも手は板書を続ける。チョークが折れて落ちた。その破片をゆっくり目で追う。私はしばらくそのまま静止していた。教室にざわめきが広がっていくのを背中で感じた。私はいつまでこんなことを続けるんだろう。こんな毎日を続けるんだろう。時計を見上げた。授業時間はあと数分だった。私は折れて手に残ったチョークを置いた。少し早いけど今日はここまでにしよう。何人かの普段から真面目に授業を聞いていない生徒が目を丸くした。ざわめきはさらに大きくなった。私は生徒名簿と教科書を抱えて教室を後にした。非常勤講師になってからチャイムが鳴る前に授業を終わらせたのは今日が初めてだった。放課後、図書館に行く気にはなれず、帰宅する気にもなれず、私は喫煙所に向かった。とうとう私の居場所はこの場所だけになったのかもしれない。タバコを取り出す。最後の一本だった。火をつけて口にくわえる。昨日、リンからもらったメモを取り出して眺めながら煙を吐き出した。これは何の場所なのだろう。リンは待っていると言っていた。もうリンはこの場所にいるだろうか。私を待っているだろうか。行ったところでどうなる。ますます惨めになるだけだ。だが、リンはもしかしたらいつまでも私を待っているかもしれない。わあ、いいなあ。このネガティブとポジティブが本当になんか乱高下するのが、人間の弱い時に出るよな。知らない風景の中に一人で立っているリンの姿が浮かんだ。どうすればいいんだ。どうするべきなんだ、私は。思考が袋小路に入り、タバコはあっという間になくなった。私はぼんやりと天井を見上げた。あれ、最近たまにいるね、放課後に。ああ。一本くれ。
隣に座った渡辺が目を丸くした。珍しい。渡辺はズボンのポケットからタバコを取り出して私に差し出した。私はそこから一本抜き取り、自分のライターで火をつけた。切らしたことなんてなかったじゃん、今まで。ただの一度も。そうだったかな。そうだよ。渡辺のタバコは私のに比べると随分軽かった。今日は図書館行かんの？ああ。なんかあったの？いや。あ、そう？うん。後悔している。渡辺が私に顔を向けた。私は手元のタバコの火を見つめた。慣れないことはするもんじゃないんだろうな。慣れないこと？小説なんて書かなければよかったんだ。そうなの？私は渡辺の方に視線を向けた。書けたら楽しそうだなと思うけど。書ける人はそうなのかもしれないな。え？書き終わったって言ってたじゃん。そうなんだが。冒頭冒格。ある生徒が読んでくれた。渡辺の動きが止まる。それを告白しちゃうのがおもろいよな。もう分別とかそういうあれじゃないんだよな。状況が見えていない。だってその一言でもう誰に読ませたかわかるやん。私をじっと見つめたまま渡辺は黙っていた。人間が描けていないと言われたよ。言うね。渡辺は感心したように笑った。プラスや。何？ダメ出しされて落ち込んでるってこと？そういう簡単な構造の話でもないんだよ。俺も小説書いてみようかな。なんでそうなるんだよ。俺も女生徒にダメ出しされたい。私は渡辺を見上げた。渡辺は真剣な表情で私を見下ろしていた。ダメ出しされたいんだ。そうか。いや、冗談だけど。女生徒ってところには引っかからんのか。あ、もうそれくらい正常じゃないんだよ。わかってるよ。でもいいじゃん、そういうの。なんか青春、文芸部みたい。45歳の既婚者に青春なんてないんだよ。年齢は関係ないだろ。私は渡辺を見上げた。そんな風に考えてるやつがいきなり小説書いたりしないだろ。知らんけど。最近楽しそうだったよ、有島先生。私が？体は疲れてそうだったけど。楽しそうか。うん。っていうか今も楽しそうだけど。いよいよ私は目を向いた。自分では今どん底にいるつもりでいたが、楽しそう？私が？ずっと死んだ魚みたいな目してたけど、今はなんかすっごいギラギラした目してる。ギラギラ？いや、実際ちょっと尊敬するけどね。だってやっぱこの年になるとさ、何かに夢中になるってないじゃん。もう私と渡辺は10個くらい違うけどな。だから余計にだよ。この前の書けないっていう悩みの方がよっぽど深刻な気がするんだけど、そういうもんでもないの？どうなんだろうな。今の方がはるかにしんどいけどな。踏み出してから道しるべを見失った。考えようによっては出発前よりも事態は悪くなっている。ねえ、どんな話なの？私は顔を上げて渡辺に視線を向けた。有島先生の書いた話。鳩の修法を主人公にして書いた話だ。彼は私のゼミの先輩でもあったから。鳩の修法？
誰？私は呆然と渡辺を見つめた。ほら、あたの修法を知らん、あんな世界を変えたっていう人もね、知らん人は知らんのよ。それでも渡辺はこうやって生きてるわけだからね。あたの凛の父親だよ。居酒屋で話しただろ。あー、なんだっけ、超有名な作家さんだっけ。あたの修法を知らないのか。うん。渡辺は首を振った。一作もか。多分。私は代表作をいくつか挙げた。渡辺は難しい表情でそれを聞いていた。一個も知らん。私は笑ってしまった。いや笑うなよ。いやすまんすまん。そうか、そうだよな。ああ、小説なんてそんなもんだよな。もうやっと気づいたか。うん、なんかごめんね。いや、むしろなんだか救われたよ。私は難しく考えすぎていたのかもしれない。そうかい。あ、でもなるほど、だから二人はよく話してたのね。私は渡辺に顔を向ける。お父さんが知り合いだから。ああ、そうだな。それは道案内役に適任だね。確かに。私は渡辺の顔を見つめた。道案内役？お父さんの話だから畑野さんに確認してもらったんじゃないの？違うの？いや。私はポケットからもう一度凛のメモを取り出した。道案内役か。畑野修法の娘が私の道案内役か。授業を終えた後、私は凛に渡されたメモの住所に向かった。凛に指定された場所は、私の最寄り駅のバスから行ける隣町だった。あの通夜の日、初めて凛と言葉を交わした日のことを思い出した。もう一度メモを眺める。綺麗な女性らしい字だった。地図アプリの案内に従ってバスを降りて、その後は歩いた。指定された場所には低層階で、ねえこれ、なんちゃらな作りのマンションがあった。その入り口にリンが立っていた。それに私に気づいたリンが頭を少し下げる。リンはずっと表情を変えなかった。ここは？来ていただければわかります。そう言って、リンはマンションのエントランスに入った。書斎かな？厨房の。仕事場かな？敷地を贅沢に使った、低層集合住宅。廊下をゆっくり歩いていくリンが立ち止まり、鍵を取り出す。リンはドアを開けて中に入った。私もその後に続いた。壁一面に蔵書が敷き詰められていた。入りきらない、本は机や床に積み重ねられている。窓は本棚で潰されていた。君はここに住んでいるのか？凛はゆっくり首を振った。住まいは別です。ここから歩いて行けるところ。この場所は父の仕事場です。畑野修法の仕事場。よく見ると、蔵書の他にノートの類も大量にあった。どうして私をここに？本当の父はこの場所にしかいなかったから。そう言って凛は私に一冊のノートを差し出した。読んでいいのか？リンは黙ったままうなずいた。私はノートを開いた。
見開きいっぱいに乱れた筆跡の字が書き殴られていた。文章になっていなかった。何かに向けられた憎しみ、誰かに向けられた罵詈雑言。線を無視してそれ が力いっぱいに、書き殴られていた。何なんだこれは。わかりません。あまりじっくり見る気にはなれなくて。私が最後に父に会ったのはこの場所だった。しばらく連絡がつかなくて、仕事の連絡も家に来るようになって、この場所に来たら父は死んでいたの。ここで？私は改めて部屋を眺めた。心臓発作だと書いてあったが、リンはゆっくり首を振った。浴槽が手首から流れた血でいっぱいだった。もう乾いて黒くなっていたけど。自殺？リンはうなずいた。最後まで父は、ハタの修法は私と向き合ってくれなかった。彼は私の父にならないままいなくなってしまったの。いや、俺おもろいな。確かにこのね、有島先生も先生で揺らいどるけど、このカイトと元になったウィルやカンナ君と同じで揺らいではおるけど、まさかリンがあのカイト君パターンだよね。カンナ君パターンだよね。うん。失ってからわからない。わからんか。わからんくはないか。けどそっち側に回るんか。リンは部屋の中に歩いていった。私にもこんな父と向き合う勇気がないんです。でも先生が求めている答えはここにある。だって本当の旗の修法はこの部屋の中だけで生きていたから。だからやっぱあのコテコテのファンタジーで旗の修法を書いたのは、まあリンに簡単に見透かされて、人間が書ききれてないっていう話をして、で結局ね、本当にその人間をというか、本当に旗の修法を書きたいのであればここで学べってことか。学べというか知れということか。修法。机の前で立ち止まったリンは開きっぱなしになっているノート PC をゆっくり撫でた。この人は嘘に嘘を重ねて壊れてしまった。最後まで私の父になってくれなかったし、本当の自分を受け入れることもできなかったんだと思う。だから書くことによってどんどん追い詰められていった。自分と向き合えないまま、誰のものでもない言葉ばかりを紡ぐようになってしまった。リンは顔を上げて私を見つめた。あなたは同じ道をたどってはダメ。あなたは父とよく似ているから。先生が描いた父はとっても綺麗でした。透き通っていて悪意がなくて純粋。でも本当の父が最後に見たのは、失った家族なんかじゃない。あの人は自分のことしか考えていなかった。そんな旗の修法を知ってもあなたには勝ける？あなたはこんなにも弱い旗の修法と向き合えるの？黙ってリンを見つめ返していると、リンの目から音もなく涙があふれた。その時私は悟った。リンの中で現実から逃げて死を選んだ修法と私が重なっていたのだ。胃腸の話を読んで
リンは私の文章が私の言葉で紡がれていないことに気づいていたのだ。私は絶句したままリンを見つめ返していた。私はまだ父に囚われたまま。そうつぶやいてリンは部屋の中をゆっくりと見回した。ずっとこの部屋から出られていないの。リンの視線が私の、視線と重なり止まる。やっぱその修法の初版しか読まんってのもそれなんかな。開口しまくる修法の初版しか読めないってのは結局そこなんかな。父の死体を見つけたあの日から一歩も。リン先生。消えりそうな声でリンは私を呼んだ。ここでか。あれ？ここでか。ここでってことはつまりそういうことなんだよな。おはようございます。あれ、ヨナギは？先に起きています。あれ、そうなのか。目覚めるとき最初に見るのはいつも僕の顔を覗き込むヨナギだった。今日はそれが天井だった。不思議な寂しさがあった。無人になったヨナギのベッドを見つめる。顔を上げると僕を見下ろしている出雲と目があった。屋上に出ているみたいです。ああ、屋上に？出雲がうなずく。あそこ嫌いって言ってたような。少しずつヨナギは変わっています。なるほど。ヨナギに似ている夢の中の人物。ウェルもやっぱり3回目だし、あのケース321と繰り返してヨナギがどんどん感情を出してくるようになったからな。夢が進んで起きているヨナギの変化。この実験の概要がぼんやりと想像できてきた。今のヨナギを見てみたい。会えるか？もちろんです。屋上に行きましょう。僕はベッドから身を起こしてサンダルを履いた。屋上に出るとヨナギの後ろ姿が見えた。ディープ君がその後ろに浮かんでいる。ヨナギは空を見上げていた。僕もその視線を追いかけて。おお、丸い星空を見上げる。明かりがないから綺麗に見えるんだろうな。やっぱりこれドームなんだ。球体状くり抜いてあるわけじゃなくて、なんだかんだでドーム状になってるんや。透明なガラスか知らんけど、届きそうで届かない、星空。近いようで遠い大地、風。開放的な自然が丸いレンズの向こう側に広がっていた。僕は視線を戻し、ヨナギの方に歩き出す。ヨナギが僕の足音に気づき、こちらを向いた。おはよう。おはよう。夜だけど。僕はヨナギの隣に立って手すりに身を預けた。僕の動作をヨナギはじっと見つめていた。どうした？ヨナギは僕の頬を挟んで、自分の方に、僕の顔を向けた。カイト。どうした？僕はヨナギに挟まれたままうなずいた。カイト。そう、カイトだ。
そう答えると夜凪はうなずいた。そしてゆっくり僕の頬から手を離した。俺もさ、先生の記憶があるからこの行為がちょっとね。なあリープ君、夜凪は僕のことを知っているのかな。夜凪は首を振った。その後で僕の顔を指さした。カイト、カイト。そう言ってその指を自分に向ける。夜凪、それだけ。僕はうなずきを返した。ここで何をしていたんだ。空を見てた。寒くないのか。ちょっと。空気も悪い、中にいた方がいい。でも空が見たくてここにあるのを確認したくて。お腹すいた。ご飯にしますか。うん、喉渇いた。戻りましょう。いや、話がしたい、イズモ。イズモはしばらく僕のことをじっと見つめた。リープ君、夜凪を。リープ君が夜凪を導くように、屋上を浮遊して進む。夜凪はリープ君の後についてエレベーターの方に向かっていった。リープ君、皿持てるんかな、皿とスプーン。エレベーターの扉が閉まり、夜凪とリープ君の姿が見えなくなる。あの子の変化は。はい。僕が見ている夢の進みと関係しているように思う。じゃないとわざわざ僕の夢を管理している理由がない。僕が目覚めるたびに変わっているのは夜凪だけだ。別に答えなくてもいい。というか、出雲が答えないというのがすでに答えになっている気もする。なぜですか。確信に迫っていないなら、きっと君はそうではないと否定する。うん。僕は聞きたいのは一つだけだ。まあ、確信に迫っとったら守秘義務で話せんくなるからな。僕は出雲に向き直った。僕が夢を見続けることで、あの子が何かから救われるのか。これは誰かが夜凪のために仕掛けた実験なのか。はい、夜凪は救われます。あの子には一体何があったんだ。今は答えられません。記憶を失う前の僕はそれを知っている。出雲がうなずく。なるほど、つまり僕はきっとあの子を助けるためにこの計画に乗ったわけだ。出雲は微動だにせず僕を見つめていた。僕自身もあの子の変化を見たくなってきている。だけど、僕は今まで一体何度このやりとりを出雲としているんだろう。僕は何度記憶を消去されて夢を見ているんだろうか。あなたの記憶をクリーンアップしたのは一度だけ。まあ、そう言われたら僕は信じるしかない。君は必要があれば嘘もつけると自分で言っていたけど。おい待て、クリーンアップっつったな。あれじゃなくて、何やったっけ、ラベリングじゃなくてレベリングじゃなくて、なんちゃらなんちゃらかんちゃら、何やったっけ、ケースゼロ、ケースゼロ、イニシャライズ、変数を初期化すること。うわ、こいつ嘘はつかんけど本当のことは言わんっていう、出雲やべえな。わ、すごいな。あなたの記憶をクリーンアップしたのは一度だけ。一番最初。うん。カイトのままの状態の時のやつをクリーンアップして、あとは、変数を初期化しとるだけだから。君は必要があれば嘘もつけると自分で言っていたけど、信じるしかない。
ごいな。俺絶対意図的に使っとるやろ。でも本当の嘘つきは私のように自白しないとあなたが言った。僕は笑った。あれだよ、例えばみんな青色を想像してください。青色わかるよね、青色ね。けど出雲が例えば緑色のことを青色って思っとったらね、出雲青色ね、この空は青色かって言われたらね、いいえっていうわけやねんかね。そこにはって別にさ嘘をついとらんわけやねんか。なんて言えばいいんかな。なんか例えが違うな。この例えなんかあったんだよな。言いたいことはわかるでしょ。うん、例えばリンゴだ、リンゴ。そうだ、もともとこの例えだった。例えば、現実に赤リンゴと青リンゴってあるじゃないですか。赤リンゴというか、まあリンゴと青リンゴってあるじゃないですか。赤いリンゴと緑のリンゴね。で、リンゴね、例えばよ、出雲は青リンゴ、緑のリンゴしか見たことなかった、こっちは赤のリンゴしか見たことなかったっていう時に、リンゴは赤いよねって言ったらね、出雲にとっては緑色のリンゴが あのね赤いリンゴになるわけだからね、その緑が赤っていうことになるから、だからリンゴは赤いですって言って、うん、けどこっちからさ、それは緑色のリンゴだよってなっても、いや私別に嘘をついてませんからってなるわけ。これなんかすごい駆け引きがあるな。心なしか出雲は困惑しているように見えた。多分気のせいだろう。僕が、僕の見たいように出雲を見て勝手に感情をつけているだけだ。夢の中の凛の顔が浮かんだ。あの悲痛な叫びはきっと、あ、やばい、あーエンディングだ、すごいエンディングだ。体験版の最後にエンディングだ。まあそれは15時間ぐらいやっとくからな。凛のものであり夜凪のものでもあるんだ、この世界で、そして夢の世界でも。彼女を助けられるのは僕だけだ。僕は拳を強く握りしめた。わからないことはまだまだある。だけど僕が真っ先に取り戻したいものは決まったよ。15時間どころじゃねえな、多分16時間、17時間くらいやっとくかな、もしかしたら。何ですか。出雲が僕を見つめたまま抑揚のない声で言った。じっと僕を見つめているのが視界の端に映っている。いや、この人すごいわ。小野わさびさんっていうのかな、この人やべえ、この人えぐい。僕の口元に笑みが浮かんだ。ちょっとずつ この無感情な少女のことが好きになってきている。もしかしたら何度も記憶を消された僕のわずかな記憶の残骸が蓄積しているのかもしれない。その時が来れば出雲にもわかる。出雲が僕に言った言葉を返して僕は笑った。出雲は微動だにせず星空を見上げている僕を見つめていた。星が瞬いている。レンズの向こうには、夜風が吹いているだろうか。夜凪も僕たちを包み込むような風をこうして思い浮かべただろうか。戻ろう。中に。僕は首を振る。夜凪の夢の続きに。ある時彼女は天真爛漫で、マジか。ある時彼女は誰よりも気高く、ある時彼女は破滅を望んでいた。まばゆくも優しい初夏の日差しは届かず、木の葉を踊らせる柔らかな風が吹くこともない。暗淡たる帳に覆われた仮装で
彼女は物語を紡いだ。それを伝えなければならない、伝え続けなければならない。そのためにあなたもまた物語を紡ぐ。うわ、共通オープニングあるん？えぐくね？これが4000円ちょっとのミドルプライスのゲームって嘘だろ。大人でも子供でもない、そんな時間があと何年も続くんだと思うと苦痛です。金輪際陳腐な言葉は紡がないと誓う。私、あなたが歴史に名を残す物語を書くのよ。カンナ君、才能あるよ、カメラマンの。だって撮られてて楽しいもん、私すっごく。君たちが、君たちだけがこの嘘にまみれた地下の町から人々を救い出す手段を持っている。あなたを、エースゼロはヨナギか。映画やん。ユーマ、あれや。私が幸せじゃなかったら、満たされてなかったら、こんな物語は書けないよ。なのに忘れてごめんね。